はい、同人生活ですということでね、だいぶお見苦しい感じにね、前回とかなってましたけど、ほんとね、これ操作性が ゴミくずすぎてね、イライラするんですよね。ということで、はい、どうでしょうか。続けていけるかな。レッツゴー。つってもね、もう時間がないんだけどね、これ。なんだ、なんか、ここか。よかっやった。たぞ。ミサイルの自爆装置をセットできた。どうだ。偵察衛星からも確認できてるわ。大丈夫よ。大成功ね。今ウイルスの資料を引き出している。脱出の準備はできた。引き時を逃したな、ローガン。後で後悔するなよ。何？なんだって。引き時を逃したな、ローガン。おお どういうことだ。待て、これ登んないとダメだな。ちょっと待って、待ってください、待ってください。ちょっと お願いします ちょっと待って どういうこと。あそこガスグレネードでこれまとめて倒せないかな。よいしょ、いけいけ、僕のガスグレネード。一人か一人かー、つうかボス戦か、これラスボス戦か。いけ、僕のガスグレネード。よーし、2人目。でもね、あー、ダメだダメだ、見つかってる。いけ、僕のガスグレネード。よーし、3人目。ローマはどこだ。ちょっとこっち登ろう。おお、そこにいるのかい。びっくりだわ。お前にも、じゃあこれやるよ。くれ。案外食らう？え？わ？ゲームオーバーっすか？ローガン！え？ローガン！あ？なに、なんか、死ん。ん？ CBDC がいっぱい来てる。早く君のワクチンを作らせなければ。私はいいの。それより、マーキンソンがファーガンやローガンと組んでいたなんて。この先どうすればいいのか。全ては闇の中だ。終わったー。あんなギャーギャー叫んでた前回が嘘かのように終わったー。3分ですけど録画始めて3分ですけど。おお、どういうことですかね。終わってしまいましたわ。ということで、多分このゲームはもうやりません。もう一回やったらね、十分な感じでしたわ。うん、じゃあ感想でもつっても、なんかやってる間に感想も何ももうぐじゃぐじゃ言ってるからいいのかな。まあとりあえず面白いっちゃ面白かったけど、両ゲー特有の次どこ行ったらいいのか分かんないのと、理不尽さでちょっと俺はもう2回目はいいかなっていう感じのゲームでしたね。でもとりあえず1周目は俺みたいにイライラしながら、まあ普段はね声出さないでゲームやってるんで、あれだね、声出さなければそんなイライラしてもうんとかぐらいしか言わないから、まあ今回はこうやって声を出していかないといけない感じだったからね、実況で。はい、ということで声を出してイライラしないでできる人はいいんじゃないでしょうか。
まあ、ただね、最近のなんか、まあ、最近のゲームとかに慣れちゃってる俺とか、まあ、まさに俺とかだけどはね、すごい難しいと思う。はい、メタルギアとかね、比じゃないぐらい難しかったです。計画通りだな。完璧だ、マーラ。最後すごい気になるくだりがあったけど、まあ多分これが続編への伏線なんだろうね。じゃあ最後にこのトレーニングビデオってやつを見て終わりにしようと思います。これから任務遂行に必要な基本操作を説明するわ。しっかり聞かないと命取りよ。場所を移動するには方向キーを使って、この方向キーと一緒に L1 ボタンを押すと的を正確に捉えることができるわ。照準の合わせ方は武器によって違うの。ライフルの場合は三角ボタンがズームイン、丸ボタンがズームアウトよ。セレクトボタンでいろんな武器が選べるわ。このボタンを押さえたまま L2 や R2 を押すと武器メニューが左右に動くの。スタートボタンでゲームを中断させてオプションを変更したり、地図を見たり、攻撃目標やパラメータの確認もできるわ。これは大切なことよ。一つでも失敗すればそれであなたはおしまいだから。三角ボタンはアクションボタンよ。ドアを蹴破るとか、スイッチを入れるとか、障害物を乗り越えるとか、いろんな動作を指示できるわ。無線を受けるときにもこれを使うのよ。銃を発射するのは四角ボタンね。どれだけ的に接近できるか、そして移動せずに定位置から撃つのが命中させるポイントよ。訓練の中ではテロリストの大群と戦うことも必要だけど、でも忘れないで、戦いの秘訣には逃げるが勝ちという言葉もあるわ。バツボタンを押すとあなたは身をかがめるわ。このボタンを押しながら方向キーを使うとかがみながら歩き出すの。この時あなたの姿は誰にも見えないし音もしない。偵察にはもってこいね。身をかわすには丸ボタンよ。これを使えば敵の銃弾を避けることもできるの。回転の方向は方向キーでコントロール可能だわ。 R1 ボタンには敵を撃った後自動的に次の敵の照準ロック機能があるの。押し続けていればカメラは常に敵を捉え、他に何をしていようとその敵を撃てるのよ。死にたくなければこの技をマスターして、 L2 または R2 ボタンを押し続けると機銃操作が可能。方向キーと同時に使うこともできるわ。最後の忠告、数で負けているときは逃げること、敵に姿を見られないこと、もし撃たれても耐えるのよ。テロリストに見くびられたら命はないと思うのね。はい、という内容でした。ちょっとね、このシーンは音がでかいから、なんかちょっと声張り上げないとダメだけど、はい、ということで、サイフォンフィルターの方だいぶねイライラしながら最後の方クリアしましたが、なんとかラスボスを倒す、もうほんとたまたまだけどね、ガスグレネードで周りを倒そうと思ったら一人ずつしか倒せなくて、結構やけくそで投げたら倒せちゃったっていう謎のオチやったけど、はい、まあなんか運が良かったのかな、うまくいってほんと良かったけど、うん、もうこのゲームは多分しばらくやるとしてもしばらくやらないなという感じで、はい、それではまた私の別の何か違う動画でお会いできることを楽しみにしております。それではまたな。